2日目から怒涛の6連勝の快進撃シリーズリーダー1号艇の山崎智也選手からの相手探し相手ヒット2号艇の椎名3番手争いは中泊両者1、2、3、1、2、4、1、3、2この見通りがかぶっています。 手を離れが悪かったのは4号艇の鈴木博士です並びは現在1,2,3,5,6,4なんでしょうかタンマーク付近は固まっています準優勝戦第11レース対戦の6選手は1号艇群馬山崎智也、2号艇が椎名豊3号艇土屋智則、4号艇埼玉鈴木博士5号艇が群馬柴田光、6号艇が木村博士以上6メンバーの対戦です 陰戦 1>, 1号艇の山崎智也ここは断然の人気を集めています2コース2号艇の椎名豊こちらは序盤戦で4連勝そして3コースには3号艇の土屋智則そのまま入りますこのタイミングで角に引っ張りますのは5号艇の柴田光5コース6号艇の木村博4号艇の鈴木博史はサイアウトマーリーになりました スロースイ1、2、3、ダッシュは5、6、4という並びになりまして今、オレンジの12秒ェへと移行されてスタートチェッカーが点滅を開始しています発日行われます優勝戦残り2つの椅子を巡っての争い第11レース、進入体形はインコースから1番、2番、3番5番、6番、4番の体型第11レーススタートいたしました。 スリット通過後スローゼンも伸び返す形になって最初の勝負ところまずはインからにいる対勢は1号艇2号艇が内ブロックさあアウトにっていった3号艇、左内の方から5号艇も差し込んでバックストレッチ向こう上面になりますがさあここはイン速攻を決めたか1号艇の山崎智也リードに停止ぐらいです2番争いは3艇内側の方から5号艇の柴田光から2号艇の椎名さらにアウトの方から3号艇の土佐接近向こう上面から二マークスタートの方は前提正常です1号艇が先戦体あ今度は5号艇さらには二号艇と握らいという形になって左内のから三号艇が差し込んで二番差しの格好まだまだ横に広がって大激戦 という形になっていますが上位の並びは1号艇がリード3艇進くらい2番手争いは3艇並んでいますうち3号艇の土屋さらにアウト5号艇の柴田さらに2号艇のシーナさあこの2番手3番手争いはどうなりますか1号艇3号艇5号艇が2号艇を牽制しながら回りまして2号艇は回るしがありませんでした外に握る体勢で4番手に交代上位の体制は135の体制で向こう上面中間点です リードは4停止になりました1号艇の山崎2番手追走は3号艇の土屋智則3番手、5号艇の柴田光2号艇の椎名は4番手で交代後方6番、4番という体勢上位の体勢は1番、3番、5番の体勢でホーム側に向きましてレースの方はこれから最終周回で入っていきます。 早くもセーフティリードを固めて1号艇の山崎智也2番手追走は3号艇土砂それを2点審査で5号艇の柴田さあ2番手と3番手の定番も縮まってまいりました1号艇3号艇5号艇周り白を取る内側のから2号艇が切り返しを図りますしかし1番3番5番の体勢変わらず向こう上面に入っています2連単の13の組み合わせ3.2倍3連単135の組み合わせ15.5倍を示しています候補は2番6番最後方4番という体勢で向こう上面中間点それぞれ定番がきましてラスタンマーク 友則3番手5号艇の柴田光準優勝戦第11レースは1番3番5番の体勢変わることなく、最後の直線コースからまもなくゴールです。今1着で1号艇の山崎智也7。連勝2着3号艇の土屋智則ゴールに3着5号艇柴田ゴールに2号艇の椎名は4着。6号艇の木村5着最高峰でありますが、4号艇の鈴木ロシ6着でゴールインです。